今日の一問一答ですね。保健医療サービス分野、定期巡回随時対応型訪問介護看護という単元になります。定期巡回随時対応型訪問介護看護に関する次の記述は正しいか誤りか答えよう。問題。提供するサービスは定期巡回サービス、随時対応サービス、および訪問看護サービスの3つである。提供するサービスは定期巡回サービス、随時対応サービス、および 訪問看護サービスの3つである。これは誤りになります。ツですね。もう一つあります。それ何ですかと言ったら随時訪問サービスというのがあります。定期巡回随時対応型訪問介護看護というサービスは全部で4つのサービスから構成されるわけなんですけど、1つが定期巡回サービス。定期的な巡回見守り支援ですね。それから随時対応サービス。これはオペレーションによる対応になります。何かあったらす、すぐ。 都度対応すすするととということででねねオペレーションデーマとかです、ね、で随時訪問サービス何か必要性があればその都度駆けつけるよということですねでここまでっていうのは訪問介護なんかであったりしたわけなんですけれども最後訪問看護サービスというのが加わりますこの介護ニーズだけではなくて医療ニーズにも対応するということです その随時の対応であったりとか、定期的な見守りであったりとか、えー、かあったらその都度駆けつけるよという随時訪問であるとかですね。そういったものは、訪問看護、医療ニーズとしても対応しますよというですね。これが定期巡回随時対応型訪問介護看護というサービスになるわけですね。で月定額制になります。で、要介護者さんしか使えないというサービスになります。要支援者さんは使えないというものですね。で、2012年に地域密着型サービスとしてスタートしたもの。 になります。24時間体制の月定額制。で、介護ニーズにも医療ニーズにも応えると。まあ、在宅の方が使うサービスになりますね。訪問系のサービスになりますので。まあ、そういうような認識を持っておくといいかなというふうに思います。ということで、今日の定期巡回についてこ訪問介護、介護看護に関する問題ですが、提供するサービスは定期巡回サービス、随時対応サービス、及び訪問看護サービスの3つであるというふうにありますが、実際のところは えー、随時訪問サービスというのが欠けておりますので、この説問はツということになります。今日の一問一答の解説は以上です。